こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。今日の動画はいつもとちょっと変わった動画、フィットネスの話ではあるんだけど、ボディビルダーのアップデートでも、メンズフィジーク選手のアップデートでも、クラシックフィジーク選手のアップデートでも特になくて、海外の、まあ、アメリカフィットネスジャーナリスト、ニックス・ストレングス&パワー。皆様、見たことある方もいらっしゃると思いますし、チャンネル登録されている方もいらっしゃると思いますし、まあ、もしかしたらまだ見たことない方いらっしゃるかもしれないんで、まあ、ぜひね、その方々は概要欄に彼の YouTube チャンネルを載せているんで、見ていただければと思うんですが、彼の YouTube チャンネル登録者数がついに100万人に到達したということで、まあ、その別におめでとうございますっていう動画は、まあ、おめでたいことなので、おめでとうございます。ニックス・ストレングス&パワーということなんですけれども、ついに、まあ、僕と似たようなジャンルのフィットネス YouTuber で100万人の YouTuber、他にももしかしたら、フィットネスのモチベーション動画とか上げている人であれば100万人いるのかもしれないんですけど、まあ、似たような感じ、まあ、見たことある方わかると思うんですけど、まあ、僕の動画とニックス・ストレングス&パワー、まあ、ほぼほぼ同じようなジャンルのネタをね、まあ、自分の場合はそれを日本語版として提供させていただいているんですけれども、まあ、そのジャンルのね、中でついに3桁台が生まれたということで、まあ、個人的にね、まあ、ネタがないからこういう動画にしてるのかって言われれば、まあ、ネタはいつもないんですけど、まあ、100万人到達したら100万人おめでとうございますと、そして、まあ、やったねみたいな感じのね、こういう動画をちょっと撮りたいなと思っていて、まあ、今日はそういう動画を撮らさせていただいておりますが、私のチャンネル登録者数もね、まあ、今日はインスタグラムのストーリー投稿、YouTube のストーリー等で発言させていただいたんですが、1万4000人をね、昨日、一昨日かな、に突破しまして、まあ、今ね、今のところ、まあ、短いところで言えば2万人が目標で、まあ、その先で言えば10万人銀の盾もらうと。で、そうなった暁には、できればね、こうワイプみたいにして毎動画銀の盾と、まあ、僕もしくは銀の盾をね、こう映しながらちょっとこういう動画を撮りたいななんて思っていて、ま、いろいろこれからね、まあ、今日はひとまずね、ニックス・ストレングス&パワー、まあ、彼はものすごい人なわけですよ。まあ、皆さんね、もうご存知だと何回も言うけど思うんですけど、まあ、すごい世界中のボディービルダー、もう、協会から IFBB プロとかね、オリンピアからも認知されていて、もう招待もされちゃう。アーノルドにも招待されて、アーノルドにインタビューもしているし、オリンピアなんか去年かな、ブースを開いてるんですよね。ニックス・ストレングス&パワーのブースを開いてるんです。NSP のね。もうものすごいことじゃないですか。だって個人の YouTube の人、YouTuber がさ、オリンピアにブースを開くって。言ったら、僕がジャパンプロとかにブースを開くってことですよ。まあ、いつかできたらやりたいなとか思うし、ジャッジとかもね、してみたいんですけど、ゲストのジャッジとかね、いつか呼んでいただければ。まあ、そんなことは置いといて、まあ、そんなすごい方なわけですよね。で、まあ、動画のジャンル的には似たようなジャンルを上げている。で、そこに、ま、やっぱりこう、100万人のファンが、彼の動画を求めて集まっている。イコール、まあ、日本ってフィットネスマーケットってまだまだ小さいけれど、まあ、自分自身の動画のチャンネル数とか動画っていうのもね、これからま、ハトクマのその動画クオリティ、動画コンテンツ次第だけど、まあ、結構やっぱりね、こう、どんどんいけるんじゃないかみたいな、そういうモチベーションにも非常になってね、本当に嬉しいことだなと、まあ、自分のように嬉しいっていうとあれだけど、まあ、すごくね、嬉しいことだなと思って、まあ、今日こうやって動画を撮ってます。ということで、ニックス・ストレングス&パワー、ニック・ミラーさんの動画っていうのね、まだ見たことない方いたらぜひ見てみてください。まあ、自分と同じボディビルのオリンピアのアップデート、基本的にはボディビルダー、ストロンゲストマン、あとは、彼の場合は、もう彼が広めたと言っても過言ではないかもしれない、ストリクトカールチャレンジ。その辺の動画をね、上げていて、まあ、ぜひね、興味ある方は見てください。まあ、英語なのでちょっとあれなんですけれども、まあ、それと同じようなのね、僕のチャンネルでも上げているんで、まあ、そっちも見ていただければと思うんですが、まあ、ニックス、ニック・ミラーさんね、ほんとすごいことですよ。本当にすごいこと。まあ、今日ほんとこんな雑談的な感じで、久々に動画を撮ってるんですけど、で、そう、まあ、今日の動画はなんで、それでもう終わりになっちゃうんですね。まあ、特に、何の、アップデートもないね、動画なんですけど、まあ、せっかくね、ここまで見ていただいた方、まあ、もしくはね、飛んで見ていただいた方、わざわざサムネイルをクリックして見ていただいた方、まあ、少しね、告知を、じゃあ最後にちょっとさせていただきたいなと思うんですけれども、いつの日付かっていうのはちょっと言っていなかったので、まあ、自分もちょっと言うことはできないんですけれども、ジャパンプロクオリファイ違う、ナショナルプロクオリファイ。11月14日の、それが終わった次の週、だから、16の月曜日の週のどこかに、ヒーロージムチャンネルさんの小玉慎さんがやられているパプナイ今夜もパンプしないとにゲストで出させていただくことが決定いたしました。ありがとうございます。本当にこれはね、なんかもう慎さんはものすごくいい人で、
もう出てくれる、ありがとうございますみたいに言ってくれるんですけれども、もうこちらこそ本当に出させていただいてありがとうございますって、もうそれしかないんですよね。本当にだって IFBB プロ、まずその IFBB プロの方、まあ、ポパイ関根さんとかもそうなんですけど、認知していただいてるってだけでものすごく嬉しいことじゃないですか。山岸さんとかもそうですけど、ただそんな方々がやってることに今度お呼びいただけるで一緒にお話しさせていただけるその機会っていうのは本当に嬉しいことなんですよね。まあ、他にも最近はいろんな方々にこう、見ていただいて、知っていただいてっていうので、本当にね、特に日本の中で言えばね、で、海外でも、たまにね、こう、ジョージ・ブラウンとか、それこそまあ他の何名かの方とかもね、なんかちょっとこう見ていただいてて、DM とかでね、ちょっとお話しさせていただいたりする機会とかも恵まれてきて、本当にもうすごいことになってきたなって、ハトクマチャンネルって思うんですけれども、まあその第1弾かどうかわからない。まあ月は他にもね、コラボいくつかさせていただいて、ゆくゆくはね、KTB とか出れるかもしれないんですけれども、まあ、ひとまず、11月16の週のパプ内、平日のどこか、まあ、ここまでは言っていいか分からない。言っちゃダメだったらこの動画消えますけれども、そちらの方にゲストで、まあ、全部じゃない、どこかの部分に出させていただくと思うので、まあ、ぜひね、その週、だからその週、そうね、その週のパプ内はね、ぜひ皆さん、フルで見ていただければ、どこかでね、まあ、見たくないかもしれないけれど、私が、出ますので、久々にマスクだけしてね、出ます。変なお面じゃなくて、普通の多分マスクさせていただいて、まあ、髪の毛は、なんかこう人前に出るからちょっとこういじってね、多分出ると思うので、ぜひね、見てください。ということで、少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているんで、概要欄、インスタの検索からフォローの方もお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャー。